の日朝は寝床でグーグーグー楽しいな楽しいなお化けにゃ学校も試験も何にもないゲゲゲゲゲのゲみんなで歌おうゲゲゲのゲゲゲゲゲゲのゲ夜は墓場で運動会楽しいな楽しいなお化けは死なない病気も何にもないゲゲゲゲゲのゲみんなで歌おうゲゲゲのゲみんなで歌おうゲゲゲのゲみんなで歌おうゲゲゲのゲ。ゲゲゲの鬼太郎逆襲妖魔大決戦で、出たー愚かな人間どもよ今年も生贄の子供を差し出してもらおうか。ぐずぐずしてるとお前たちから取ってくっちまうぞ。いけ！うわぁ！村人を苦しめていたのはお前だな。何者？ゲゲゲの鬼太郎だ。こいつはタムタム坊じゃ。100年前徳の高いお坊様によって四国の妖怪館に封印されておったはずじゃがその封印が解かれておったとは。タンタン坊、今すぐこの村から出ていくんだ。妖怪であるのだよな。なぜ人間などの味方をする。この俺は人間どものおかげで100年もの間暗い場所に封じ込められていたんだぞ。あくまで人間の味方をするというならばお前から食ってやるだけだ。こりゃ話の通じる相手じゃなさそうじゃ。仕方ありませんね父さん。行くぞタンタン坊。攻撃の時にちゃんちゃんこを使うなじゃ。ご先祖様の霊能で編んだちゃんちゃんこが弾を跳ね返してくれるぞ。Yeah!
よくやった鬼太郎。さすがはわしの息子じゃ。しかしこれらの能力を使うには妖力を貯める必要がある。ただし使えば使うほど妖力を貯める時間がかかる。無駄に妖力を使うのは避けるんじゃぞ。わかりました父さん。あれから月日は流れて、父さん。なんじゃ鬼太郎。日本もすっかり平和ですね。そうじゃの。あ、父さん、妖怪ポストに手紙が2通も入ってましたよ。どれ貸してみろ。最近は妖怪たちもおとなしくしていると思ったんじゃが。父さん、何かあったんですか？どうやら妖怪墓場に夜な夜な墓荒らしが出るそうじゃ。どうも妖怪が絡んでおるようじゃ。岩山周辺で落雷の事件が絶えないそうじゃ。おそらくこれも妖怪の仕業じゃろう。こりゃ少し調べてみる必要があるかもしれんの。
お前は電気妖怪。騒動の原因はお前だったのか。何？電気妖怪じゃと？普段は人前に出ることはほとんどないはずじゃが、とにかくやつは暴れだしたら見境なく人間をさらってしまう。そうなる前にやつを止めるのじゃ。鬼太郎、やつの武器は神狩りじゃ。やつの繰り出す落雷に注意するのじゃ。手ごわい相手でした。しかしこれでここも平和になるじゃろう。
仲間たちが駆けつけてくれたぞ。これからは仲間の力を借りて妖怪退治に向かうんじゃ。鬼太郎、手紙が届いておるぞ。最近、岩山近くの祠でダイヤモンド鉱山が発見され、欲にくらんだ人間が押しかけておる。呆れる話じゃが、そこへ行った者が帰ってこないそうなんじゃ。嫌な予感がするわい。万年雪山のふもとの村で行方不明になるものや氷漬けになって発見される事件が続いているそうじゃ。不思議じゃのう。あそこは吹雪もなく穏やかなところのはずじゃが。お前は黒のネズミだ。
来たろ、妖怪のくせに人間の味方をしよって。私たちの邪魔をした妻の女、おとなしく氷漬けになってもらう。なんと雪男に雪女もおったのか。日本の冷凍妖怪が揃い踏みじゃな。奴らの動きに注意して戦うんじゃ。これで魂を抜かれた村人たちも助かりますね。そうじゃな、あやつらもしばらくは悪さできんじゃろうて。さて、帰って茶碗風呂で温まるとするか。頼むぞ、鬼太郎。いいですよ、父さん。
Thank you.
これでここも安全になるでしょう。そうじゃのう。しかし欲にくらんだ人間の心がまた和牛堂のような妖怪を生み出すかもしれんぞ。心配性だな、父さんも。大丈夫、人間はそんなに悪いことばかりしませんよ。それもそうじゃの。届いておるぞ。どこからともなく妖怪が現れて百足村を荒らし回っているらしいの。被害が大きくならんうちに百足村へ急ぐのじゃ。屋敷に妖怪が出て困っておると手紙に書いてあるぞ。ふむふむ、うん、ようやく手に入れた我が家に妖怪が住み着いてしまったんじゃな。人々も幽霊が出るだのと騒ぎ立てておるようじゃ。さしずめ幽霊屋敷といったとこかの。真っ暗だ。ここは鶴ベビと一緒に行こう。父さんも気をつけてくださいね。
姿を現したな。こいつは白山坊じゃ。困っている人を見つけ、その弱みにつけ込む古ぎ爪じゃ。ここに住む人が迷惑をしているんだ。早くこの屋敷から出ていけ。誰だか知らんが、我々の邪魔をする者は消えてもらうまでだ。来たろ。奴は強力な神通力を持っておる。気をつけるんじゃぞ。ために逃げただけじゃ。屋敷のどこかに身を潜めているはずじゃ。来たろ。急いで探し出すのじゃ。これで安心して元の生活ができるでしょう。いつの時代でも心の隙間をつき人間を食い物にする妖怪が現れる。わしらも日頃から妖怪につけ込まれない強い心を持っていなくてはいかんな。
野郎、また人間の手助けか。なんだ、大ムカデじゃないか。山で静かに暮らしているはずのお前がなぜこんなことをするんだ。人間は薬を作るためだと言って多くの仲間たちを犠牲にしてきた。だから人間を懲らしめているのさ。そんなことをして何になるんだ。お前に何がわかる。あくまで人間の肩を持っているなら、お前を先に片付けてやる。来たろ、もう奴に何を言っても無駄じゃ。やるしかないぞ。大ムカデの体には攻撃が通じん。じゃあ必ず弱点もあるはず。そいつを探し出すのじゃ。
ためとはいえ、人間はムカデを取りすぎたんじゃ。大ムカデの気持ちもわからんでもない。互いに度が過ぎてしまったんじゃろう。人間と妖怪が共存するためにはもっと話し合いが必要みたいですね。届いておるぞ。なん
でも妖怪墓場の先にある大きな洞穴からガキが現れるらしいぞ。もしかすると現世とあの世をつなぐ穴かもしれん。このまま放っておくわけにはいかんじゃろう。鬼なき墓場で大型妖怪の目撃談が絶えず届いておる。鬼なき墓場の先は涙草原。とにかく調査をしてみるんじゃ。真っ暗だ。ここはツルベビと一緒に行こう。父さんも気をつけてくださいね。できるかもしれませんね。何をごちゃごちゃと抜かす。ここへ侵入したからには覚悟はできているんだろう。待ってください。僕たちは。うるさい。
黙れ。ダメじゃ、鬼太郎、もう戦うしかないぞ。急いで出口まで行き、現世とあの世の穴を塞ぐのじゃ。そうすればガキがこれ以上地上に出てくることはなくなるわい。わかりました、急いで戻りましょう。
州で生き絶えた無念の霊の集合体じゃ。この貨車どころかはまともに戦っては勝てぬ。ここはとにかく逃げるのじゃ。でもいかん、鬼太郎、貨車どころに捕まっては一巻の終わりなんじゃ。悔しいが、逃げつつ様子をうかがい、やつの目を狙うのじゃ。よいか、まともに戦うんじゃないぞ。来たろう、耐え忍んで相手の動きを読む、これぞ妖怪退治の極意じゃ。届いておるぞ。樹海で妖怪たちが人々を襲っているらしい。一体何が起きているんじゃ。
ここは。来たろう。よく来たな。お前はタンタン坊。そう、タンタン坊よ。ただお前に復讐するため地獄から戻ってきたのだ。お前や人間に恨みを持つ妖怪たちに奇襲をかけさせ、時間を稼いでいたのさ。あわよくばと思ったが、まあいい。こうして再び復讐の時が来た。来たろう。今日がお前の最後だ。タンタン坊の旦那、こんな子供に何を恐れているというんだい。そう言いなさんな。なかなか可愛い坊やじゃないかい。でかい口叩くのはこいつの首を取ってからにしな。バカにしようって。しかしタンタン坊でも苦戦したのに、かまいたち二口女とつるむとは、心してかかれ起きたろう。わかりました父さん。覚悟しろ、鬼太郎。来るぞ。行け。
お前の勝ちじゃ。あれから月日は流れて。父さん。なんじゃ鬼太郎。日本もすっかり平和ですね。そうじゃの。大変じゃ鬼太郎。テレビを見ろ。どうしたんです？緊急ニュースをお伝えします。一晩にして突如現れた謎の空中城は現在太平洋上空を横断し日本に向かっているとのことです。この事態を重く見た日本政府は至急対策本部を。父さん。これは海外妖怪たちの空中妖怪城じゃな。空中妖怪城。そうじゃ。かねてから日本侵略を狙っていた海外の妖怪たちは先の日本妖怪同士が争ったことで妖力が弱まった隙を見逃さず一気に侵略してきたのじゃ。なんだって。父さん、日本のために僕が空中妖怪城に行ってきます。
鬼太郎。海外妖怪たちは兄弟じゃ。くれぐれも油断するでないぞ。わかってます、父さん。パワーの持ち主なんじゃ。Thank you.
私、ラグレシアと申します。ゆっくりおくつろぎください。ラグレシアじゃと？おい、キタロウ、大変じゃ。わしらは罠にはまったようじゃ。この部屋全体が妖怪の住みかだったんじゃ。なんだって？
危なく敵の罠にかかるところでした。よく来たな、東洋の小さな島国の妖怪。僕は日本の鬼太郎だ。鬼太郎？おお、あの有名な鬼太郎か。日本を占領すれば全てが我々のものだ。真の妖怪大統領が誕生するのだ。鬼太郎、お前を倒せば後の日本占領などたやすいこと、妖怪大統領誕生のための礎となるのだ。ドラキュラじゃ、今まで戦ってきたどの妖怪よりも強力じゃぞ。気をつけるのじゃ。行くぞ。
強大な容器は外か。小さな国の小さな妖怪がこの私に立てつくとは身の程知らずが真の恐怖を教えてくれるわ。
まさかこれほどまでの力とは。あれから月日は流れて、父さん。なんじゃ鬼太郎、日本もすっかり平和ですね。そうじゃの。あ、父さん、妖怪ポストに手紙が入ってましたよ。どれかしてみろ。最近は妖怪たちもおとなしくしていると思ったんじゃが。父さん、何かあったんですか？おい、鬼太郎、大変じゃ。村に強大な妖怪が現れたそうじゃ。本当ですか、父さん？行くぞ、鬼太郎。はい。